どうも、こんにちは、カズです。 今回はバッティングでボールにバットが当たらない原因についてお話をしていきたいと思います。動くですね、ボールに当てることができなくて悩んでる選手はぜひ今回の動画を見ていただけたら嬉しいです。では行きましょう。今回の動画ではバットにボールが当たらないどうしようとか、全然ボールが当たっても飛ばない、もう全然こうファールチップになっちゃうとか、ゴロになっちゃうとか、それでこうヒットは全然打てないと。まあ、こんな悩みを持っている選手向けの動画になっておりますので、今回の動画を見ることによってバットに当たらない、飛ばないヒットが打てない、こんな悩みを解決することができます。ぜひ動画を見てください。今回の動 当当たらないいいいい原因とととは当てててるるコツそししミート率を上げる練習方法という形でで紹介していきたいと思いますす普段ですね私のチャンネルではピッチングの、まあ、インステップの直し方とか千賀選手のピッチングフォームを解説したりなどしております野球選手がもっと野球が上手くなるためにはどうしたらいいかそして野球で怪我をしないためにはどうしたらいいか、まあ、そういったテーマで動画を作っていますので興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いしますでは行きましょう でではまずですね、バッティングについてお話をしていきたいと思います。まずは坂本選手のバッティングフォームを見ていきましょう。私は結構坂本選手のバッティングフォーム好きなんですよね。えー、めちゃくちゃ綺麗な打ち方してるかなと思うので、ぜひ私は参考にしてほしいフォームは。えー、誰かと言ったら坂本選手っていうふうに答えるかなと思います。 で今回のテーマが、ボールに、えー、バットが当たらないという場合にどうしたらいいかという話になってくると思うんですが、えボールっていうのは、ここから前からまっすぐ飛んできますよね。で、バットは、まあ、特にどこにでも当たればいいかっていうわけじゃなくて、芯に当てなくちゃいけないじゃないですか、つまりここに当てなくちゃいけないんですよ。で、この芯をどう持ってくるかっていうと、最初はなるべく体の近くを通って、そこからですね、あとはこのボールの軌道に合わせてバットを持ってくるっていう作業になってくるかと思います。 なので、これがですね、こう飛んでくるものに対して、上から下に振り下ろしすぎてもダメですし、下から上にこう勝ち上げるようなスイングになってもダメなんですね。基本的にはレベルスイング、この水平にバットとボールがですね、水平に打つことがとても重要になります。ボールとバットがまあ接する面積ですね、それを少しでも多くすることが重要になっていきます。こういう軌道に対して、こう振ったりとか、 こううったたりししら当たるのが点にななてしまうじゃないですかそしたらボールってなかなか当たりにくくなってしまうのでバットがですねうまくボールに当たらないっていう選手は、まあ、多くがですねこう振ってたりとかこう振ってる場合が多いですね。なのでそういったところを直せるといいのかなとは思っています。ではなぜボールにですねバットが当たらない,当たらないのかそこの大きな原因を2つ紹介したいと思います。1つは思ったところにバットが出ていない。2つ目がそもそも思ったところがずれている。この2つのどちらかもしくは両方が含まれているのかなと思います。説明するとまずですね思ったところに バットが出ていないといなとうのはボールが飛んできてここだって思ったタイミングで打つじゃないですか。その時にここって思ったタイミングにボールバットが出てきていない場合、それはやっぱり当たらないですよね。 ここって思って振りに行ったのに、体がうまく反応できてなくて、体がですね、自分の考えとずれていて、ボールが来てるのにバットが出てこないと。それで当たらないっていう場合もあるかなと思います。あともう一つ目が、そもそも思ったところがずれているっていう場合ですね。ここって思ったとするじゃないですか。で、ここって思ったところにバットが出てきていると。でもそ、そもそもここって思ったところがずれていたら、ボールにバットなんて当たらないですよね。なので、え、ー 実際当てるためには、思ったところにちゃんとバットを出すことがとても大事になってくるので、なのでちゃんと思ったところがずれていないか、そして、えー、ここって思ったところで、ちゃんと体が同じように動いているかっていうのがとても大事になっていきます。で多いのはどっちかでこっちかなという感じがしますね。 ここって思ったところに対して、えー、体が同じような動きができていないと。自分がここって思ったところに、えー、バットがうまく出ていないということが結構ありますので、なのでちゃんと自分の頭と体を一致させる作業というのがとても重要になってくるかなと思います。えー、その後、これからですね、その後の、えー、原因について紹介していきたいと思いますが、えー、まず、思ったところにバットが出てこない、出ていないというところの原因にはですね、えー、大きく3つあるかなと思います。1つは、スイングスピードが遅い。1つが、体が開いている。 また一つが、バットのヘッドが遠回りしている。まあ、この三つが大きく影響しているのかなと思います。詳しく説明すると、スイングスピードがやっぱ遅いとですね、ここって思ったところに対して、自分のイメージよりもスイングスピードが遅いので、バットが出てこないんですよ。そうすると、やっぱどうしてもバットが出てこない、スイングスピードが遅いので、ボールが先にスッと行ってしまって、当たらなくなってしまうということが一つ考えられるかなと思います。 またもう一つが体が開いているんですね。打ちに行った時に、まあ、多くの選手がやっぱ体って開きやすくなってしまうんですよ。ここってこ打ちに行ったんですけども、それに対して体が開いてしまう。開いてしまうとバットのヘッドが自分が思っているところとは違うところを通ってしまうので、そうするとやっぱこう自分がここって思っているのに違うところを振ってしまってボールに当たらないと。 いいうこととが考えられるかなと思いますそれで最後3つ目が、バットのヘッドが遠回りしているです、ね。う、え、ち、ー、に行ったときに、えー、バットのヘッドが実際当たらなくちゃいけないです。まあ、ヘッドというか芯ですけど、芯の部分を当てるためには、えー、バットのヘッドが体から遠く離れてしまうと、えー、バットがです、ね、波打ってしまったりとか、えー、遠回りしてしまう分、えー、ここって思ったところにバットが出てこなくなってしまうので、なののでこの遠回りするのも直す必要があるかなと思います。 なので、えー、ボールがうまく、ボールにですね、バットがうまく当たらないという選手は、思ったところにバットが出ていない可能性があります。思ったところにバットが出ない原因としては、スイングスピードが遅かったりとか、体が開いていたりとか、バットのヘッドが遠回りしていると、えー、うまくですね、思ったところにバットを出すことができないのかなと思います。スイングスピードが遅い原因について説明していくと、まあ、実際ですね、スイングスピードが遅い原因とか、速くする方法っていうのは、もうそれだけで、あの、<laughs> 1回分の動画を作れるくらい、えー、本当はですね、あ内容は濃いんですけれども、まあ、簡単にだけ今回説明するとやっぱりです、ね、筋力不足が一番大きいです。 下半身の筋力不足とか、体幹の筋力不足とか、腕の筋力不足とか、もはや全身じゃんって感じですけど、全 <laughs> 身の筋力がやっぱ弱いと、スイングスピードって遅くなってしまうんですね。なので、スイングスピードを高めるためには、そういった弱くなっている筋力を鍛えることがとても大切になっていきます。まあ、その中でも、特に私が今回おすすめするトレーニングを1個だけ紹介したいと思います。たくさんあってはなかなか全部できないと思うので、1個だけ紹介しますね。スイングスピードを高めるトレーニングなんですけれども、私がおすすめするのは、こういったメディセンボールを使ったトレーニングが非常に有効かなと思っています。 まこういった迷線ボールを持ってもらって、やり方としては、この動画のように、ですね足を肩幅くらいに開いてもらって、できれば迷惑にならないようなところ、壁ですね、ぶつけても大丈夫そうな壁にボールを投げつけます。 で帰ってくるかと思うのでそれをまた取っったたら、えー、反動を使ってまた投げるとい10回ぐらいを3セット行ってもらえれば十分かなと思いますで意識するポイントとしてはなるべく強く早くボールを投げることですねそうすることによって体幹の回転するパワーを強くすることができるかなと思います特にです、ね、バッティングのスイングスピードを高める上でこの腹筋ですねこう回転させる腹筋の筋力っていうのが、えー、とても重要になってくるので、まあ、こういったメッセンボールを使ってトレーニングができるといいのかなと思います どうしても壁がないよっていう人はですねまあ2人1組になってもらって、えー、投げ合ってもらうといいんじゃないかなとは思います。 ベ、まあ、ースボール大体3キロぐらいがいいですね。まあ中学生とか体の小さい高校生とかあったら2キロぐらいでもいいかなと思うんですが、まあおすすめは3キロぐらいがちょうどいいかなと思います。4キロだったらちょっと重いなって感じがしますね。なので3キロぐらいがベストかなというふうに思いますので、まあ、ぜひですね、ホームセンターとかあのスポーツショップで売ってるかと思うので、ぜひ、えー、これを見たあなたは、ぜひですね、今すぐ買いに行ってください。お願いします。体が開く原因についても紹介していきたいと思います。これもですね、本当は体が開く原因についてだけでも動画1本作れるぐらい内容濃いので、本当に軽く説明したいと思いますが、えー、まず1つは打ち気が強すぎると。まあもうまだ、えー、メンタルのところですね。メンタルのところで、もう 打ちたい打ちたいとなってしまうとどうしても体が開いてきちゃうんですね。えー、なので、えー、バッティング、まあ、いい打席で,ですか、ね、チャンスであればあるほど、えー、打ち気を抑える、まあ、打ちに行きすぎないっいうことがとても重要かなと思うので,ぜひです、ね、気をつけていただきたいポイントかなと思います。であとは体が硬いと開きやすくなります。股関節とかこう腹筋とか胸周りとかこの辺が硬いとどうしても 下半身が回り始めたタイミングで、粘ることができなくて、一緒に体が回転してしまうんですね。なので、意外と練習してもなかなか体の開きを抑えられないっていう人は、体が硬いから開いてしまうのかもしれないので、ぜひですね、ストレッチをしっかりと行ってもらえるといいのかなと思います。 そしてあと3つ目が、割れができていないですね。で、割れっていうのは何かっていうと、下半身と上半身で逆方向に、まあ、ひねることですね。まあじょ、えー、上半身と下半身で逆方向にひねるっていうよりかは、あくまで下半身が回っていくのに対して、上半身も一緒に回さずにえ留めておくこと。まあ、これを割れというふうに言います。なので、我をしっかりと作れるようになると、体の開きを抑えることができるのかなと思います。で今回は、ここのですね、割れができていない選手に向けて、我を作るためのトレーニングを1個紹介したいと思います。で、こちらの動画をご覧ください。 まあこのバッティングの実践のドリルですね、あの、オキティ使ってやってもらえればと思うんですけど、え、こんな感じ。え、まあ見てこう、ちょっと意外だったかもしれないですけど、まず正面を向いて立つんですね、この t に対して。で、この t はなるべくアウトコースに置いておきます。で、正面に向いたところから上半身をひねって、で、そのままこのオキティを、え、打ちます。 イメージは逆方向に伸びるようなイメージ逆方向に切れていかないように伸びるようなイメージでバッティングを、ボールを打ちます。なんでこう逆にこう足をですね正面向いてもうもはやこれ開いてるじゃんっていうふうに思うかもしれないですが、こうやって打つと何がいいかっていうと、下半身と上半身でねじれを作る、割れの感覚を掴かむことができるんですね。で、割れを作れ作れって言っても、意外とこう横を向いた状態で割れ作るので結構難しいんですよ。でもこうやって打ってもらうと、上半身と下半身がねじれてる感覚、ねじれた状態で打つ感覚っていうのが結構わかりやすいと思うんですね。だから本当これ、 結構おすすめなのでやってみてほしいです。なので、下半身がえこうまあ回るのに対して、上半身を残しておいて、スイングするんですね。これが下半身 と同じように上半身を回ってしまったら、多分アウトコース届かないですし、届いたとしてもこれ多分力強く向こうに打つことだってできないと思うので、なのでこの上半身と下半身でねじれを作って、えー、こういった、えー、打つトレーニングをしてもらうと、えー、いいのかなと思うので、えー、ぜひですね体が開きやすい、えー、うまく割れが作れないという選手はこういったトレーニングを試してみてください。でヘッドが遠回りする原因についてです。ヘッドが遠回りしてしまう原因としては、えー、腕や肩に力が入りすぎてしまっている場合、それから体が開くのが早い場合、それからグリップの出し方が下手な場合というこの三つが、えー、大きく考えられるかなと思います 腕とか肩回りですね力が入りすぎてしまう,、まあ、いわゆるこう、打ち気になりすぎてしまって力が入っちゃうとか、ちょっと緊張しすぎてしまって力が入っちゃうとかってあると思うんですけど、まあ、そういった力が入りすぎてしまうと、どうしてもですねこの辺が硬くなってしまうんですね。で、この時にヘッドを出すためにはこう手首とか肘をですね柔らかく使う必要があるんですねで。柔らかく使わなきゃいけないのに、この辺に力が入ってると、やっぱり硬くなってしまって、結局ヘッドが遠回りしてしまうということがあるので、なのでやっぱりですね打席ではもう腕や肩に力が入らないように、いかにリラックスして構えることができるかっていうのがとても重要になってくるかなと思います。でいいですね 皆さんんもも意識してららえたらいいいいじゃないかなかと思いますあとはさっきと同じですが体が開くのが早いとやっぱヘッドもです、ね、遠回りしやすくなってしまうんですよ上半身が先に回ってしまって腕が取り残されてしまうような状態になってしまうとどうしてもヘッドはそのまま出るんじゃなくてぐるんと遠心力に負けて遠回りしてしまうのでなので体の開きを抑えるってことはこのヘッドが遠回りするのを、えー、改善することにもつながるのでぜひです、ね、練習はしていただきたいなと思います であとはグリップの出し方ですね。えヘッドをやっぱこう体の近くから出すためには、グリップをうまく出すこと、グリップを体の近くから通して出すことがとても大事になっていきます。なので今回はグリップの出し方の練習方法について一つ紹介したいと思います。こちらがヘッドをです、ね、体の近くから出す練習になるんですが、肩のところに こういったバランスパッドみたいなのを置いとくんですね。まあ、これ別に何でもいいです。こういったバランスパッドみたいなのじゃなくても、あのタオルとかでも何でもいいです。できればまあ柔らかいやつの方がいいかなと思うので、まあ、100均で子供の遊ぶ用のボールなんか買ってもらって、それを置いてもいいかなと思います。そういったものを置いてもらって、それが落ちないようにしながらスイングをしていくと。これがですね、やっぱこうヘッドが遠回りしてしまうと、もうスイングし始め、スイングの。 えーきえー、指導ででもうすすすぐこのボールがですね下にポンと落ちてしまま思いますまたヘッドがここからですねこう遠回りするとすぐポンと落ちちゃうと思うのでこれがギリギリまで落ちないようにしながら、えー、スイングをするようにしてもらうと、まあ、ヘッドの出し方がうまくなってくるのかなと思いますこうやってこうヘッド近くから出していれば、えー、ギリギリまで落ちないと、まあ、もちろんスイングすれば絶対落ちますから、えー、最後の方で落ちるのはいいんですけどこれがギリギリまで落ちないようにするっていうのがとても大事になっていきますぜひこれも、えー、試してみてください であとですね、思ったところがずれている。まと、あ、ものテーマがですねボールがあ、ボールにバットが当たらないというところでしたが、えー、その原因として思ったところがそもそもずれているという場合ですね。この時の問題としては、動体視力、まあ、目の問題ですね。見ているところがもうずれている、えー、という問題と、それから脳の問題。で脳の問題は何かというと、見たものは合ってる。ここだというのは合ってるんだけれども、ここってこう認識したものに対して、体がこういうふうに動けという指令を出した時に、その目で見た情報を脳で、えー 解釈するというか脳ででコントロールすするんですねでその脳の働きがちょっと良くないと、えー、目で入った情報をうまく捉えることができなくて体が反応できないとないう場合もあります。まあ、これはです、ね、脳の問題になってくると非常に難しくなってくるので今回は動体視力を鍛える、まあ、目を鍛えるトレーニングについて紹介したいと思います。でも目が良くなるとボールをちゃんと見ることができるので物をしっかり捉えてそこに対してスイングをすることができるかなと思うので動体視力をしっかりと鍛えてもらえるといいかなと思います,でです、ねえー。目のトレーニング、ビジョントレーニングって呼びます。よかったらこちらの動画を見てください。まあ、こういった形で今今ボールペン持ってますが、このボール ボールペンの先の方を見てもらって、それをですね自分の手でぐるぐる動かしながら目で追うと、まあ、この時に頭が動かないようにするのが注意ですで。頭が動かないようにしながらボールペンの先を見てもらって、そこをですね目で眼球だけで追いかけるというような形になります。でこういうような斜めの動きがとても大事で、こういう動きを入れてもらうと変化球に対,して対応できるようにもなってくるかなと思います。 なので、ぜひですね、この、まあ、ボールペンですね、まあ。ボールペンじゃなくても、自分の指とかでもいいですけど、えー、そういったのを目で追っかける練習してもらえるといいかなと思います。もちろん一人でやってもらってもいいんですけど、えー、他人にですね、ボールペンとかを持ってもらって、それを追いかける練習なんかもいいです。どうしても、えー、自分でボールペン持つと、自分であの次こっちに動かそうって思うじゃないですか。そうすると、目で追いかけなくても、自分の感覚も入ってしまうので、それはヒントになっちゃうんですよね。なので、誰か他の人にボールペンとかを動かしてもらって、それを目だけで追いかけるっていう練習すると、えー、結構良かったりするので、まあ、そういったトレーニングをぜひやってみてもらえるといいんじゃないかなと思います。えー、まとめに移りたいと思いますが、 ボールが当たらない、ボールがバットに当たらない原因は、まあ、体が開いてしまうとか、ヘッドが遠回りしてしまうというような、そういった技術的フォームの問題だったり、それから動体視力っていう目の問題ですね。それからスイングスピードが遅いっていう、まあ、フィジカルの問題。まあ、こういった問題が、えー、どれかしら、もしくはどれかが合わさっていることによって、うまくボールを芯で捉えることができなくなってしまうんですね。なので、ぜひこういった問題様々あるかと思うんですが、自分がボールにうまく当てられない、当たらない原因が何なのかっていうのを考えて、しっかりと練習してもらえるといいんじゃないかなと思います。 以上で今回の動画はおしまいにしたいと思います。私のチャンネル野球と体の専門学校というチャンネルでは、普段ですね、野球選手が野球がもっと上手くなるためにはどうしたらいいか、そして野球で怪我をしないためにはどうしたらいいか、そういったテーマで動画を作っております。なので、そういったテーマに興味のある方は、ぜひこちらのアイコンをです、ね、クリックしてもらって、チャンネル登録をぜひしていただけたら嬉しいです。で、今後もですね、こういった動画を作っていきたいと思いますので、興味のある方は、ぜひまた次の動画を見てください。最後まで動画を見ていただき、本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またね。